はい、あの本店ですけれども、ちょっとあのサイトと本店側の意識調整をしたいと思います。今後の3号の動きについてです。ちょっとさ、オフサイトセンターに武藤さんいらっしゃいます？あ、武藤さんいるね。はい、で本部の人も一緒に確認してほしいんですが、あの 1F の3号機がどうもあの水が入ってたと思ったらどうも入ってない状態で大変危険な状態だということは 1F から聞いたと思うんですが、このままいくとですね、水素の爆発に対する対策が手を打てないんで、その可能性があると。でこのことをですね、事前に、言っとく必要があるだろうと思っていて、それをちょっと相談したかったんです。水位が確認できないっていうことですか？水位はあるように見えるけどもないんじゃないかと思ってるってこと？あの、もともと今の水位だと燃料は あれですよね、現れてる、要するにタフ以下だから、3号機のこの今現時点の水位計の値は。それで、どうも建屋の中の線量が非常に高くて、昨日の 1F の1と同じような状況にあるように思います。これを考えると相当もう水素が出ていると考えざるを得なくて、で今からですね、例えばブロワードパネルに穴を開けるとかなかなかできないんで、まあ、なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度、損傷を受けた水素が出てるかもしれないというふうに判断をしていますということを言うということで、昨日の 1F1 と同じような、水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。分かりました。はい、でまず保安員と官邸にこれを言って、もう一つ相談なんですが、プレスにも言ったらどうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見どうでしょうか。あの官邸とかあれに行ってからプレスだと思うんですけど、プレスにも言うよということを前提に話をしてもらうと。どう、うん、まずそっちから情報が出ますので、よろしいですか。ちょっとすいません、はい、本店の本部の方、順番を間違えずにあのプレスにも言うってことだと思います。順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。ホワインと官邸に相談して、それで了解を取ったらプレスにも言っておくと、はい、いうこと、はい、で 1F の吉田君、はい、あのやっぱりその水素の爆発はちょっと非常に心配されるよねということで、心配されますもう、今のようなことを言っとくということで 1F としてもよろしいですか。もうそれは全然構いませんが、それよりもそれを起こさないようにどうするかをちょっともっと、もっと考えたいんですけどね、はい、あの本店でも並行して考えてますが、やはり相当、はい、あのきついかなということでちょっと頭ひねらしてます。 すいません。あの 1F が非常に乱暴な意見ですけど、あのブロワートパネルは無理なので、近づくのが無理なのであれば上の方から天井をヘリコプターで来て、なんかで突き破らせる、はい、それも精進燃料は多少あったって、もう精進燃料の火じゃなくインベントより出てるわけですから、こちらの方を選択する余地もあると思う、はい、あの本店、そういう方法、あの本店でも同じあの意見がありましたけれども、あの結局火花が出て引火して爆発するのは同じじゃないかと、それを心配してます。いや、そういうことだと思うな。むしろ現場でその作業している人たちがそのあれだよね、その大変にその今1号の時と比べてどうなのかちょっとありますけれども、よく注意しないと。そうね、避難の問題とかそういうのもありますよね。うん、高橋ですけど、本部長、これ工場さんのアイデアなんですか。うん、特にですね、3号の水を入れてる電柱がこの真下に作業してるんで、非常に危ない。これ僕はあのちょっとヘリコプターがガスが溜まっちゃう。賛成だけどね。ちょっと風向き見て。はい。さっきのなんか落とす話ですか。そう。はい、風向き見てさ、いや爆発するかもしれんけども。いや、コントロールできるってことですね。うん、そうそうそう、爆発はするよ。でもさ、風向きが良きゃね、うん、
0.19 メガパスカルかな、うん、ちょっと古いかもしれない。ただし、はい、昨日の映像をよく注意して見とかないとダメだね。それくらいの高さから落とさないと。おっしゃる通り、ヘリコプター落ちたら元も子もないですな。